あのね、はい、うちの近所にね、うん、スーパー何軒かあるんですよ、うん、で今エコとかでビニール袋エコバッグとかあるじゃないですか、うん、増えたね、うん、多いでしょ、うん、で何て言うんですか、あのそのお店によって違うでしょ、うんうん、で袋はもう元々ないですよと、うん、で袋くださいって言うたら10円払わなあかんとか、ね、20円払わなあかんとか、ね、うんうん、そういうお店もあれば、うん、袋いらんって言うたらこうポイント貯まるとこもあるし、うちの近所ね、うん、袋いらんって言うたら2円引いてくれるんですよ、うん、2円引いてくれるんですよ、いいじゃないですか、ね、うん、でも10個買うじゃないですか、うん、で袋いらんって言うじゃないですか、うん、2円しか引いてくれるんですよ、うん、それを1回ずつレジ並んで袋いらんって言うたら20円引いてくれるんですよ、また細かい、めんどくさいの並んだらええちゃう時間あったら、そんな考えたりしません、いやー、やってる人いるんかな、どうなんかなと思って、あの主婦とかなんかどうなんすか、いそうですけどね、そこまでこまめにするかな、暇やったらやる、並ぶのがでも嫌やん、いやでも空いてる時間帯とかやったら空いてるやん、あ、そうか、目つけられそうですけどね、もうチェック入るやろ、覚えられるやん、でもあかんことないじゃないですか、うん、忘れて牛乳1本買うて、あマヨネーズも忘れてマヨネーズ買うてから、あソースも忘れてこれあかんのっすか、おりそうですね、やりましょう、じゃあやりますか一回やってみましょうよ、何回まで注意されるか、実験10個買う、うん、でもお願い、近所やから、近所ではやらさんとってね、いやいやね行かれへんなもんね、うん、しかもなんか知ってる人に見られた恥ずかしいや、どこどこの人やで、うん、とかで、うんうんうん、あれは近所は絶対嫌やわ、うん、知り合いのおらんとこでやらんといけません、ね、うまいね、え実験でなんかそれも取るの、取ります、怖いな、いや何回目で声かけられるかだって取ってなかったら何の実験か分かんないじゃないですか、うん、いやな怖ー、10回目ぐらいかな、すいませんお客様、うん、何回も困るんですえでもマイナス2円ですよねって言ってそうですけどねですよね、ですよね、お願いします忘れた、もう一回買いに行くわそうでしょ、もう引かへん言われちゃうもういいよねって言われますね、うん、でもあかんことはないでしょ、あかんことは間違ってないですもんね、うんうん、違反じゃないしね、まあね、得やもんね、あ買い忘れたわ、2回までやろうね、うん、決まってんのか、2回3、いや大体そんなもんちゃう、2回までですとか3回までですは決まってないやろ、常識としてって言われちゃう、子供連れて行ってるんで、あでもあれや、安いもんでお一人様1個の時は子供連れて行くよ、ああもうそれは、うんうんうん、最近せやけどお一人様1個じゃなくて家族と家族一家族一つとかそんなある、あるある、だからカードとかの番号とかでバレたりする時ない、あポイントカードポイントカードとか、うん、家族で1枚とかっていう、あそうなん、なんか知らん、かその近所のスーパーも本件のカードとなんかちっちゃく折って使えるカード、あちっちゃいのついてる、そうそう、一つのカードにまとめてポイントが貯めれるようなやつとかは、ある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 、うん、あんなになったらきっと人家族で同じもの持ってるから何回も行ったらバレるんじゃない、同じ番号が出てくるでしょ、うん、ピュッとかやってて、そうやけどそれは最後じゃん、おかしいと思うんだけど、だってその時いちいち出せへんやん、ほんでそのレジに並ぶかもさ分かれへんやん、そこ、うんうん、その最後でどうやろうって出した時にはうわ番号でうわめっちゃ豪てるやんみたいなかもしれへんけどうん、うん、その自分がゲットするまでは言われへんのじゃん、いけんじゃん、そっかそっか、そのうちブラックリスト乗ってたりしてね、うん、この番号には気をつけようそれ嫌やろ、しかもキャッシュカードじゃないのにそうポイントカードで社員後ろ歩いてんねんこの人ですねお客様それ教えてお買い上げですかって聞かれる、ね、買い物行ったりするときにやっぱりこっちの方がちょっとこの同じマヨネーズ買うにしてもね、うん、あのまあまあまああのキャベツとマヨネーズと買おうかと思ったときにキャベツはこっちが安いからこっち行ってマヨネーズはこっちが安いからとかちゃんとします、そんなせもう行ったとこ行ったとこ行ったとこ勝負行ったとこ勝負で安いのさ、だって大体マヨネーズを定価って買えへんもん、絶対広告で安いって入った時に先にこう出りゃもうないと思ったら、まあまあね、うんうん、だからまあまあマヨネーズじゃなくてもこっちのお肉は今日はお肉こっちに買いに行ってキャベツはこっちとか、そんなことせえへんもん、しない、そんなそんな体力使われへん使えへんよ、でもこのスーパーはお肉は何曜日とかって分かってたらそこへ買いに行ったりしません、うんうん、
そんなことはないんですか。もうスーパーは一つ決めてるんですか。いやいや、近所に何軒あるの、 1,2,3,4 軒ぐらいの、うん、自転車で行ける範囲はあるけど、うんうん、もうその日に広告見るやん、全部入ってるから、その中で一番安いのが多いところやん。あ、そっか、行くのは自分が必要なもんで安いのが多いところに、うん、そう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 、いるやろ。だからお肉とかでも、あ、安いな、冷凍できるから今日はじゃあここ行こうか、ね、そうなんかな、合理的、ほんと素晴らしい。だって私雨の日外出えへんもん、だいたいさ、だから冷凍も使わない。そこに行ってから、あの2円引いてくれるからって10回ぐらい並んだりはせんな。でもそのやっぱちっちゃいスーパーはその2円引くとかもないねポイントカードもないね。え、でも袋普通にくれはる、うん、もう普通に入れてなんぼ。だからムカッとするのがバナナ凍ってるバナナ別に入れたいのにくれへんとき、ちっちゃいのちょうだいって言うもん、うん、バナナだけ別に持ちたいや、全部だって真っ黒けなるやん、あんな、うん、上に置いてやってる前作、まあね、せやから、うん、バナナとか卵買うときはもう一個袋ちょうだいって言うたら普通にくれるよ、はいはいって言って、うん、エコじゃないやん。でもそれもう時代はエコやのに、2円引いてもらうな、引いてくれへん、引いてくれへん、10回笑うのに20円引いてもらうな。いやいや、20円のために恥さらしたくないわ、誰に会うかわからん20円払うわ私そっちやねあかんか、20円のためには恥はさらせませんか、うん、そうか。でもやっぱりなんかちょっとでもお得な方にとかって考えんのかなと思ってね。いや、お得な方には考えるけど、うん、でもわざわざ2円を10回レジ行こうとは思えへんかな、うんうん、その方が疲れるしね、うん、2円以上の労力使ってるかも分からへんしね、うん、ほんまやね、うん、でくるっと回ってる間に、あ、これもってまた別のものを買ってしまう可能性もあるから、危険ねえあるある。でもまた別これもって思った時はもう一回並ばなからね。でも2円引いてもらおう思ったら、それ思ったらそれしんどい、厳選するよ、そこれは今いらんでってなるよせっこい話やわ、細かい2円2円と20円